百人町。百人町は東京都新宿区の町名。現行行政地名は百人町1丁目から百人町4丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は169-0073。江戸時代から筒子の名所として知られたが、1903年6月に日比谷公園が開設されると筒子の多くはそちらへ転売され、それ以後は宅地化が進んだ。 戦前は、静かな住宅地で、夏目漱石の三四郎では、寺田虎彦をモデルとする、野宮宗八の住む場所に設定され、郊外の寂しい住宅地として描かれている。小学校の自分から、百人町近辺に育った洋画家のソミ一年は、その頃の大久保は、武蔵野の入り口であったと同時に、江戸時代からの静かな陰性の地、また、湯山の地でもあったらしいと述べている。 林文子の稲妻1936年に山手の大久保との表現が登場することから、この近辺は大正から昭和にかけて郊外から山手になったと川本三郎は考えている。作家の岡本喜道、大町慶月、岩野方名、神原有明、国木田ど歩、和歌山牧水、河西善造、内田朗伴、林文子、下村古人、 小栗風洋、国枝寛、岸田国史、詩人西条八十、服部義家、水野陽州、家人金国淵、英文学者、戸川紀骨、中国文学者、奥野慎太郎、ジャーナリスト高特集水、思想家、北一騎が住んでいたほか、三丁目には、科学者で、元学士院長の柴田雄二や、経済学者の大内兵衛などの邸宅もあった。 文芸評論家の江藤敦氏や作曲家の柴田奈美をハンガリー文学者の特栄校もとも百人町出身である。外人村と呼ばれる一角には初期の日本楽団に貢献した外国人音楽家たちが住んでいた。戦後は音楽の街、楽器の街として知られていたが、やがて連れ込み宿の立ち並ぶ盛り場となり、この街に生まれ育った江藤敦氏は1965年に、 百人町を訪れてショックを受けている。現在は新宿区内で最も外国人居住者の多い場所であり、韓国人向けの店舗が多い食安通りがある。百人町は大久保と合わせて日本最大のコリアタウンと言われている。周辺に韓国や中国をはじめたい、ミャンマー等のアジア諸国の料理店、雑貨店といったイスニックの要素が顕著であることで有名な町であるが、 地理的に、新宿の繁華街から連続しており、各種オフィスも多い。他に、一般住居や各種専門学校が多く集まる。あるいは歌舞伎町に近い地区には、ラブホテル街が立ち並んだりといった、いろいろな顔を持つ街でもある。一丁目に新大久保駅、大久保駅がある。歌舞伎町を挟んで、他に、駅周辺は、住居にラブホテル、専門学校などが混在している。 駅周辺以外は住宅街であり、山手線沿いの東京グローブ座を有する西戸山、タワーホームズ、百人町3の1万1988年3月春工に代表される高層マンションや建て替えの住んだ都営住宅が建つ。なお、この百人町の他に旧大久保町としての区域には、新宿6丁目、新宿7丁目や歌舞伎町2丁目も含み、 牛込地区のあまり町長も江戸時代は大久保村であった。コリアタウンとなる前は新宿界隈と共に音楽の街、楽器の街として知られていた。戦前にはドイツ人の音楽家などや日本のクラシック音楽家が多く住み着き、また梅や小吉は邸宅と100人町撮影所を所有し、片岡松園プロダクションとしても稼働させているほか、エムパテ紹介、 えむかし紹介などもあった、映画撮影所の町でもあった。終戦直後、今度は、戦地から復員した人々が新大久保駅付近に、楽器修理店を出したことが契機となり、楽器店が増加、音楽関係者が集まる町となっていった。1950年代から1960年代には、歌声喫茶やジャズ喫茶が多い町として知られた。1960年代後半には、 ライブハウスが増え、当時のグループサウンズフォークソングブームの発信源となった。1967年には100人町にて黒沢楽器店が創業。しかし1980年代以降は若者の街としてあらゆる流行の発信源となった原宿、渋谷に圧倒されるようになり、音楽の街としては衰退。1990年頃のアマチュアバンドブームにも乗り遅れた。 しかし現在も、黒沢楽器店本社のほか複数の楽器店や、ライブハウスが多数存在しており、また前日の修理店、修理工場も10ほどあり、現在も稼働、西部新宿線の線路沿いに、楽器の街新大久保へようこその看板も掲げられ、音楽の街の名脈は、保っている。特に宮中音楽、雅楽に関連する和楽器や伝統音楽の楽器店が、比較的多く存在する。 このほか、東京交響楽団は、日本キリスト教婦人教風会に事務局と、練習場を設けているほか、フィズサウンドクリエーションや、隣接の大久保1丁目には、ローオン大久保会館、アールズアートコートなどがある。現在の百人町3.4丁目と、大久保3丁目には廃線まで、陸軍の施設や、隣接した現在集合住宅団地のある富山には、 陸軍の演習場の富山が腹があった。後の建設省建築研究所となる場所には陸軍技術研究所があり、防災研究所を経て戦後の潜災復興院潜災復興技術研究所から建築研究所となった。また東京文理科大学の物理教室大久保分室が設立され、後に東京教育大学工学研究所や資源科学研究所、 東京都立衛生研究所などが開設され、国の研究機関は、筑波研究学園都市に移転するまで地にあった。国の研究機関の後は、社会保険中央総合病院、現、地域医療機能推進機構東京山手、メディカルセンターや、国立科学博物館の新宿分館となっている。終戦後の1945年から1946年に、 かけて、住宅営団によって、百人町越冬住宅が四百五十個、建設されていたほか、富山が原には、集合住宅団地が建設され、一帯は住宅地と化した。日雇い労働者や在日朝鮮人などは、空き地や山手線、総武線、各駅停車のガード下を不法占拠して、住み着くようになり、現在の大久保界隈の元になるバラック街が、形成された。 1950年にロッテ新宿工場が創業を開始すると雇用を期待した本国の朝鮮人や在日朝鮮人などがさらに集まった。1950年代には最終党4.3事件や朝鮮戦争の影響で朝鮮半島から逃れてきた朝鮮人が流入。現在のようなコリアタウンが成立した。その後官員宿所も増え、 1960年代には一時、東京では、三夜と並ぶ寄せ場となっていた。1970年代頃からエスニック料理店や、韓国、朝鮮雑貨店などは少数ながら点在していた。韓国で、海外旅行が自由化された1980年代末以降、いわゆるニューカマーの韓国人の住民が増え始め、国際化グローバル化の影響で1990年代、 以降韓国、中国、フィリピンタイなど、周辺アジア諸国関連の店舗や留学生向けのアパート、日本語学校などが増加した。バブル期には、東南アジア出身のジャパユキさんや出稼ぎのイラン人の姿もよく見られた。近年の韓流ブームも、相まってエスニック系の店を訪れる日本人も増えているほか、韓国外関銀行新宿出張所も同地にある。 マスメディア等では、観光名所を紹介する視点から食安通りや、大久保通り沿いにの木を連ねる韓国、朝鮮継承店などが紹介されることが多いが、いずれも、基本的には、大久保界隈の在日朝鮮人が、生活物を手に入れるための店である。1990年代以降の土屋街の、労働力需要の低下により、大久保の日雇い労働者、ホームレスは減りつつあるが、 現在も簡易宿所は複数存在している。またかつての簡易宿所の中には建物を改築して格安ビジネスホテルやラブホテルに業態変更した宿も多い。1946年に都市計画決定された都市計画道路補助72号線の建設が現在も行われているが、職安通りから大久保通りまでの区間、つまり 山手線西部新宿線の東側に隣接する百人町一丁目地区のみが未備えである。戦後の不法選挙等の影響により土地の権利関係が複雑化しており、また新大久保駅付近には計画に反対し土地買収に応じない地権者がいるため予定地の区画整理事業は停止している。新宿区が取得した予定地は未利用の更地となっているほか、 荒廃した建物が少なからず残っている。2001年5月には新大久保駅近くの線路沿いに存在した旧簡易宿所建物から不審火が発生し反殖。間もなく治安、防災上の観点から一部の廃屋が撤去された。1972年に100人町3丁目、4丁大目地区が東京都から広域避難場所指定を受けたことから1984年。 新宿区は100人町3丁目、4丁目地区整備計画の構想を発表し1990年に計画決定。防災上の観点から木造住宅の建て替え、建築研究所跡地の防災公園化、新宿区立100人町ふれあい公園、境愛な路地を解消し新たに街路やポケットパークを整備する等の都市防災不燃化促進事業が割れた。 現在ほぼ完成しているほか、地区計画も新たに定められた。百人町の地名は、内藤清成が率いていた伊賀組百人鉄砲隊の屋敷があったことに由来する。百人組と呼ばれた、江戸の町の警護を担当する鉄砲隊は、その鉄砲術が、江戸でも1、2を争うほどの腕前であったという。新大久保駅前にある海中稲荷はそれにつなんでいる。江戸時代、 鉄砲隊が居住し副業として、筒ジの栽培が盛んであった。かつては、同じ由来を持つ青山百人町、青山、根頃百人町、市ヶ谷も存在したが、町名の統廃合で姿を消し当地に、大久保百人町に相当する地名が残るのみである。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。